のさ、そのナヨが言ってたの、どういうの？この協力体制は未来への架け橋になるってやつ。俺たちとナヨの話は本来水とはいつか対立することがあるかもしれない。でもその時、俺たちの個人的なつながりが衝突を回避する。